特急ひばり号特集、上野と仙台を東北本線経由で結ぶ特急列車として1982年まで運転されていた特急ひばり号。特急街道、東北本線にあっても最大勢力を誇り、一時は15往復を誇ったが、東北新幹線開業時に14往復から8往復に削減、そして同年11月のダイヤ改正の際に姿を消した。上野駅特急ホームの中にあっても、特急ひばり号の存在感は群を抜いていたように思う。いつ上野駅に来ても L 特急ひばり号がいると言っても過言ではなかった。上野駅にいるとひばり号が次々とやってくる。本当にあの頃は華やかだった。